X-27 のモックアップ x 2 7はアメリカ合衆国のロッキード社が開発していた戦闘機。実機は製作されず、モックアップのみが製作された。当機は厳密には実験機ではなく売り込みが難航していたナ1 0 4の発展型 CL-1200 ランサーの開発資金を実験機名目で政府、 軍から調達しようと目論んだものであり、X-27 の公式名称は与えられたものの、結局資金の支出はなく計画中止となった。1960年代後半、ロッキード社は、ナトー諸国や日本の航空自衛隊に対して、自社製海 -104G の後継機として、K、海 -104 をベースに改良した CL-1200 ランサーを提案していた。 CL-1200 はレーダー FCS の乾燥により、スパロー空対空ミサイルの運用を可能にし、胴体延長による燃料搭載量の増加、エンジンを TF-30 ターボファンに乾燥、主翼を兼翼化、大型化した上水平尾翼を通常配置にして、運動性を向上させている。しかし、依然胴体が細いためレーダー FCS の 性能向上に限界があり、外部搭載が少ない欠点も残っていたため、NATO 諸国空軍も CL-1200 に興味を示さず、資金難に陥ってしまった。航空自衛隊でも、第二次海 X の候補となったが、海 -4EJ に敗れ採用には至らなかった。イタリア空軍のみ、ロッキード社の提案に興味を示し、 階層型の回 -104S として採用されたが、レーダー FCS の乾燥以外には小規模な階層に止まり、CL-1200 のような大規模階層は行われなかった。スカンクアークスのケリー・ジョンソンは状況を打破するために政治力と人脈を駆使して政府の講演を得ようとしたが、1971年3月に X-27 の名称が与えられただけで、 資金は調達できなかった。その後も海外業育機の審査や LWF に応募したものの、いずれもペーパープランに終わった。ありがとうございます。